皆さんこんにちは芸能界では結婚や熱愛といった祝い事が週刊誌やテレビで毎日のように報道されてきました時には大げさに時には大胆にしかし報じられるものが祝されるべきものばかりとは限りません人生が山あり谷ありというように不祥事や逮捕から事件といった矜持も数多く報じられますそれらは祝い事に比べると匿名掲示板や SNS で よりり大きなな騒動として話題になります北青さんによる弟子への暴力問題もそのうちの一つです今回は北青さんによる弟子への暴力問題に関する話をご紹介しましょう2024年2月23日日本相撲協会は宮城の親方が所属する伊勢ヶ浜一門の力士である北青さんによる弟子への暴力行為を止めずに監督責任を怠ったとして。 委員から年寄りへと二階級降格させるなどの処分を宮城の親方に対して課しました一方で北西邦については引退勧告の処分が相当と判断されましたが形式上は事前に自ら引退する運びとなりました教会の大相撲担当記者は次のように説明しています北西邦はこれまで複数の兄弟弟子に暴行を働いていますが1月以降に暴行を受けた力士の関係者が相撲協会に訴え コンプライアンス委員会の調査結果として2人の弟弟子への暴行があったことを公表しました顔面背中及び抗がへの平手打ちやライターで殺虫剤スプレーに添加した火を体に近づけるといった暴行が公表されましたが実際はもっと壮絶な暴行を加えていたといわれています2023年3月の春場所期間中宮城の部屋の親方と力士は基本的に使用での外出が認められず 場所前と場所後の部屋の激励会や打ち上げといったパーティーも禁止されていました。講演者との会食も禁止され部屋への差し入れも玄関前での受け取りとなりました。教会関係者はこのように話しています。宮城の親方はもちろん部屋の力士も会場との往復だけでした。何かあれば元小結友の花の玉垣親方の責任ということで厳しい監視がなされました。通常、 場所後は1週間の休みがあって故郷に帰る者もいますが2023年3月26日の千秋楽翌日には全員が帰郷することになっていました地方場所で外出できないのはストレスがたまったはずです部屋の処遇をめぐっては場所中に情報が錯綜していました相撲担当記者はこう説明しています宮城の部屋の処遇については所属する伊勢ヶ浜一門が意見をまとめ それを教会執行部が承認し場所後の理事会で決定する流れになっていましたしかし場所前に一門が提出した弟子たちを大島部屋宮城の親方を伊勢ヶ浜部屋に移すという案を執行部は差し戻しにしました一門は執行部の顔色をうかがって当初の案を出したのですが指定がしたい慕われる関係を築くべきということで執行部に却下されました執行部は 次に宮城の親方が何かを起こした時には退職に追い込む構えでしたが師匠と弟子をバラバラにして過度に追い込んだ印象も与えたくなかったようですそういうことで差し戻しになったのでしょう差し戻しがあった後は伊勢ヶ浜一門の直理事である元大関海王の浅香山親方が執行部に何度も足を運んで調整を重ねたそうです元関脇極天法である大島親方の部屋は 現在の東京都墨田区成平から場所後は東京都葛飾区青戸に新しく建てた広い部屋に転居することになっていますそのため宮城の部屋の弟子が移籍しても受け入れることができるとしていましたが執行部はモンゴル出身親方が一緒になることだけは認めませんでした執行部は理事が責任を取って対応するよう朝霞山部屋への移籍を促しているようですがなかなか落としどころが見つからず連日のように 役員室に浅香山親方が足を運んでいましたある中堅親方は「朝香山親方が難色を示すのも当然です」「部屋の合併では問題が起きやすいものです」「1993年の双子山部屋と藤島部屋の合併のケースではガチンコとそれ以外のせめぎ合いがありました」「生き残ったのはガチンコ力士でしたが部屋の中でごたごたがなくなるまでに2年近くかかっています」「2010年に木瀬部屋が北の海部屋に移った時は」 北の海部屋の二十七力士と行事呼び出し床山の各一人ずつ全三十人が北の海部屋に移籍しました各界最大四十六人の力士を抱えることになり稽古も宿舎も大変な状況でした北の海理事長がおもしになっていましたがそれでもジョージア出身のガガマルの扱いに苦慮しましたと語りました今回の朝香山部屋と宮城の部屋の合併案についても合併状態が いつまで続くのか定かではありません合併が長期化すれば水が合わずに辞める力士が続出する可能性があります宮城の部屋は2023年3月場所に放火法、来法、起法、延法、竹場が急上していますが怪我の延法以外はすでに場所後の引退も囁かれていますそれでも床山や行事呼び出しの裏方を含めて20人近い宮城の部屋一行が力士9人の浅香山部屋に 押ししかける形になってままいます朝香山部屋には元十両の解消も含めたばっかり力士が5人いますが比較的おとなしい力士ばかりです宮城の部屋には十両の白鵬がおり合併すれば部屋頭になります各部屋で稽古の仕方も違えばしきたりも違います大勢が押しかけてくるのはやはり恐怖しかありませんそして何より誰よりも現役時代の数字を残した元横綱の白鵬が 部屋付き親方になるのですから取り仕切る朝香山親方も相当やりにくいでしょうね朝香山親方が白鵬さんを嫌っているという話もあります朝香山親方はこの問題について「宮城の問題は今日は何もない昨日提出したからね協会執行部でしっかり考えてもらって決まったら話をされると思う待っている状態です」と言及していますさらに「宮城の部屋」について「 2023年3月場所は所属する伊勢家みだり一門の玉垣親方が師匠代行を務め4月以降の閉鎖と所属全力士の伊勢ヶ浜部屋への転籍で決着させる見込みを発表しましたただ処遇をめぐる2点3点の背景をある親方は力士たちはみんな伊勢ヶ浜部屋に行きたくないからこんなに難航したと明かしています一方方で朝霞山親方が 転をを拒否しししたたたかから事態が長期化し結果ととて力士たちを追い出す形になったとも囁かれていますまた部屋の閉鎖まで行くのは処分が重すぎるという声もあるようで暴力による死亡事件を起こした時津風部屋でさえ教会は親方と加害力士を解雇処分にしたものの部屋自体の閉鎖はありませんでしたデイリー新潮が東京相撲記者クラブ俳優近江信明さんにインタビューしたところ 現役時代からの白鵬人気とスポンサーの力を武器に誰もが欲しがる新弟子たちを次々とスカウトして教会内でモンゴル罰を着々と構築してきましたからこのままの勢いで教会を引っかき回されたら各界はどうなってしまうのかと八角理事長以下教会幹部たちが危惧していたのは確かでしょうならば危険の目を早く積んでおこうそういった思惑が厳しい処分に透けて見えますがさすがに部屋を閉じさせるのは重すぎる。 これほど自分が教会に嫌われていたのかと白鵬自身も驚いていると思いますという見解を述べたそうです宮城の親方と同じモンゴル出身の北西鵬さんは身長2メートル4センチと現役最長身を誇りました恵まれた体育を生かしたスケールの大きな相撲で将来が嘱望されましたが教会関係者曰くとにかく素行不良の評判が絶えませんでした寝坊は日常茶飯事でいきなり出稽古に行くと言っていなくなり 何をやっているのかわからないこともしばしばありました突然他の弟子たちの財布から金がなくなり北西鵬が疑われることもあったようですとのことただ宮城の親方はそんな北西鵬さんを甘やかし続けていました部屋で唯一の幕内だった北西鵬は一人暮らしを許されていましたが他の弟子たちは彼がどこに住んでいるのかを知りませんでしたまた教会がロールスロイスで場所入りしたことを 問題視していましたがとんでもないのは車種だけではありませんでした彼には自分で雇った運転手までいたそうです自由な生活を謳歌していたのです結果として今回宮城の親方に下された降格処分は7段階ある処分の中で3番目に重いものでした宮城の親方には弟子の監督責任だけでなく暴行の事実を把握しながら教会に報告をしなかったことなど親方としての 様々な資質を問うているからですそろそろ頭尾を飾り話の幕を下ろしましょう今回紹介した北西方さんによる弟子への暴力問題に関する話はここまでとなります最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた